貯金もコネも人脈も何もない状態で、うん、じゃあどうやって店をやったかっていうところから始まる、うん、そういうふうに生きるために大事な7か条とかじゃないじゃん、うんうん、ある意味最強の魔法かもしれないですね。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はついにこの日にアイムさんにもう一回来てもらってですね、本日我々の一緒に作った共著、うん、しのごの言わずやっちまえの発売日となります。全国書店にてっていうところでね、はい、本の話をちょっとできればと思ってるんですけど、はい、今回そのしのごの言わずやっちまえって、うん、初の共著っていうところで、ただちょっと面白い作りになってて、うん、本のコンテンツが、まあ、ざっくり言うと、まあ、プロローグあった後に何者でもなかった時代に、まあ、あゆみさんで言えば、うん、大学中退ぐらいまで、ね、中退しただけ中退して店を作りましたっていう時代の、うん、僕も20代早々の段階からの、うん、その店をやりましたっていう若者が貯金もコネも人脈も何もない状態で、うん、じゃあどうやって店をやったかっていうところ、うんから始まって、それをお互いの話でまずあります、うん、その後お互い、まあ、たまたまなんですけどその自伝を出したいっていうところから、うん、じゃあ出版社ごとやっちまえばいいんだっていうところで、うん、じゃあ出版社を作って本を出していったっていうところの話、うんうん、でその次にビジネスでも何でもないんですけど、うん、結婚子育て、うん、まあ、M さんの言葉で子育てを超える冒険なんて人生にないっていう、うん、ないよね、うん、なのでそこはそこで起業してじゃあ出版社やるとか店やるとかっていうのと同じ、うん、いやそれ以上な挑戦であったし、うん、その後一緒にやったそのマチュピチュのお店をどうやっていったかっていう、うん、まあ、そこはどちらかというとマチュピチュのやるときには、まあ、お互いその、まあ、店も出版社もそれ以外のこともいろいろ経ていて、うん、夢を叶える、ただ叶えるっていうのがだんだん当たり前になっていったときに、うん、描き方が変わっていったというかだんだん周りにどんどん理解されないような夢の方がたぎるようになっていって普通の夢を叶えても、うん、ああまたそんなことやったんだとか、うん、例えばうちで言うと店初め1店舗2店舗の時はみんなわーって言ってくれたのが、うん、25店舗目とかなると、うん、あまた出たんですねっていうなんか何の驚きもなければ褒めてももらえないみたいな時に、うん、なんかだんだんこう自分がたぎるものが、うん、それをやって何の意味があるのと思われるような不明なものを描くようになる、そうそう、夢の描き方が変わっていって、うんうん、でそこでマチュピチュの店をじゃあ一緒にやろうっていうんで、うんうん、それをやった時の話が、まあ、メインコンテンツでいうとそういう感じですよね、うんうん、その挑戦に対する人脈であったりコネであったり、うん、まあ、お金も含めて常にない状態でゼロイチをやっていったっていう時、うんうんうん、ような内容を書いてるんですけど、うんうん、でもなんか今回その同じジャンルで挑戦したことをピックアップしてそういうふうにやってるので、うん、アイムさんがやっただけだったら、うんうん、アイムさんだからできたんでしょって思われちゃうところを、うん、一歩後に僕もそれやってみてできたっていうのがこうくっついているんで、うん、あ、それで本当にできるんだっていうものがものすごくなんか説得力を持って伝えれる本になってんじゃないかなと思って、うん、そうで熱量も今回でいうとこれを超える熱量の本今本屋に並んでんのかみたいなぐらいなものができて、でかつですよ、うん、今回何が熱いって、うん、無駄にハードカバーなんですよ物理的にも激アツっていう出来方そうそうそう熱か熱かハードカバーなのにカバーはつけてないっていうねもう一番ロスの多い作り方をしながらねこう作ってみたんですけど、だからなんか俺自身の本としてもとても久しぶりな感じが、うん、なんかこうね、いろいろ大事なことってあるかもしれないけど、うん、みんな根本的には自分のフィーリングで感じてほしいし、うん、まあ、とりあえずやんねえって始まんねえからみたいなところに5週ぐらい待って帰ってきてるみたいな、うん、なんかこうそれでまたこうなんていうの本当同じ状態だよねほとんどのみんなとその、うんうん、対して別に誇ることが何もない、うんうん、別につまんない人生ではないがまあ
なんかとびきりすごいことやったわけでもないみたいな、うん、ほとんどのみんなと同じようなとこからの、うん、同じとこからのスタートだから、うんうん、意外にこう文句つけようがないっていうかそうです、ね、やってないだけじゃないって言えるみたいな、そこを読むとだからいい意味でちょっと俺の色と北里の色が少しずつ違うし、うん、ね、読んだ人がね、なんかやっちゃおうかなみたいな気持ちに、うん、なってくれたら嬉しいっていうよりはなっちゃうんじゃねみたいな、うん、感じをするよね。そうですね、うん、ちょうどなんかこううちの YouTube っていろんなゲストの人とか来てもらったりはしてるんですけど、うん、そうそうたる人たちが、うん、出てくれて、で、まあ、もちろんすごいためになる話、うん、例えばガクさんであったりとか、うん、窪塚さんであったり吉本バナナさんとか、うん、いろんな人が出てもらって、うん、いろんな話をしてもらえるんですけど、多分見てる人はもちろんファンの人はねその人の話を聞けるだけでハッピーだとは思うんですけど、うん、例えばじゃあ自分もガクトさんになれるのかと思って、うん、挑戦する人ってなかなか生まれづらいと思ったりとかね、うん、じゃあ窪塚君みたいな俳優になるんだって言っても、うん、いや彼らは彼らで彼らとして生まれた上ですごい挑戦をしてるから話が面白いんだけれど、それになろうと思えるかしたらだいぶハードルがあると思うんですよね、うん、吉本バナナさんもそうですよね、うん、もう、まあ、野球でいうイチローが、ね、うん、幼少期からバット振ってたみたいに文章を書いてたみたいな、真似れるかしたら、うん、それをじゃあ真似ようと思ったのが20代だったらもうその時点で20年遅れを取ってるから、うん、ただ我々であればと、そう何のイケメンさも何も、ね、昔から努力してきた文才とかどうこうあるわけでもないとね、その場の飲み会での思いつきひらめきでやってみようと思ったらできたっていうところが、じゃあなぜなのかっていうところが、20歳までお袋の言うことを信じるかブルーハーツの言うことを信じるかっていうとこでみたいな、なんかそのレベル途中でブルーハーツって言っていっちゃった方で待って、お袋ともマブダチ今みたいなまああるけどそうですね、そうですね、うん、今回の本ってなんか類を見ないというか、うん、ものすごい説得力が逆にある本だと僕は思うんですよね、うん、なかなか他でそれを作ろうと思っても作れない作りになってて、だからなんか言うなればなんか超熱い雑魚っていうか、うん、そうですね、雑魚なんだけど熱さは負けないみたいな堂々とザリガニ挑む雑魚みたいなでも意外にザリガニ食べてるそうみたいな、あよく食うよみたいな、そこら辺のね面白さはね、そうリアルに描けたから面白いなと思った、そんな具体的だから、うん、なんかそういう風に生きるために大事な7か条とかじゃないじゃん、うんうん、なんかもうこうやってああやってこうやってこうやってやばかったんですけどみたいな、こういう感じだみたいな、うん、だからまあまあさこう細かく全部は書いてないけど、うん、なんか空気感っていうかそれを書けたから、うん、それはなんか、うん、そうそう面白いよね。で多分そこで書かれている我々がそれぞれ苦戦したいくつかのぶつかった壁等々があるじゃないですか、うん、おそらくこの本を読んでまだ何もない人が挑戦したら同様に同じものに何に挑戦してもぶつかるじゃないですかぶつかるなのでそれのクリアの仕方というものはね予習ある意味ねなるよね絶対なる同じようなさ、うんうん、あとはもうそこの熱度というか、うん、そこの度合いを同じぐらいまで高めれば、うんうん、逆に言えば別に出版とか、ね、店とかじゃなくても、うん、店何でも万能に使えるある意味最強の魔法かもしれないですね死の後の言わずやっちまいそう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 パルプンテみたいなそこかみたいななんかそんな奇跡の魔法全能の魔法死の後の言わずやっちまえって、ね、もしかしたらこれが最強の夢を叶えるための、うんね、方法なのかもしれないなって思っているような本がですね、うん、本日より全国書店で発売ということで、ね、ぜひ皆さん手に取ってですね、うん、読んでもしいただけたら感想等々ねコメント等々でいただければと思っております、うんね、でもしねうん、あやむさんとかと一緒になんかトークライブとかいろんなの回れる機会があったらね、うん、その辺を回ってみたいと思って、もしそれが予定されるものがあれば概要欄とかにも貼ってると思うので、うん、ぜひ遊びに来てくださいそちらに、よろしくお願いします。はい、よろしく、はい、うん、大ヒット
ベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊、高橋あゆむ、北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああ、そうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社とかで言われたそういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の自伝がある。いや俺は生きてりゃ無敵なんすよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところが必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さいとしてロマンチックだよねって言ったら、僕は何負けてもいいやっていうね、マンチック中でしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからなっていうことだよね。やりたいことを仕事にするために自由奔放、荒唐無稽な2人の叶え方。出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編。2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊、死の子の言わずやっちまえ。2024年11月1日全国書店にて発売。 Amazon で絶賛予約受付中。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.